はい、ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはエルマウントテープのねバルナック用のレンズで、こちらは、レーズレンズといえばこちら定番中の定番エルマー 5cm F3.5 のノンコーティングになります。はい、でこれリアのレンズキャップ付属しております。ではまずは外観から見ていきましょう。まずは鏡頭部分はちょっとねこの辺メッキの剥がれが少しありますね。鏡頭部分もちょっとねやっぱ振動するんで、この振動して回転させるんで、この辺もね少しメッキの剥がれはありますが、そんなに見にくいってねバッチリもんじゃないですね。あとフェース部分は特に問題ないですね。よく欠けたりね歪んだりするのがあるんですが、特に問題ないです。で距離表示のところも特に問題ないですね。はい、あとフランジ部分ですね、もう特に問題ないです。はい、でこちら当店で整備をしておりまして、こちらのピントリングヘリコイドグリスを変えてますので非常にスムーズに回ってくれます。であと無限のロックもねこの辺分解清掃してバネを調整してますので、しっかりパチンと決まってくれます。あと振動もね非常にスムーズです。でしっかりロックも決まってくれます。ぐらつきとかありません。であとは絞りのねリングも清掃しておりますので非常にスムーズです。こんな感じでエルバーはねもうこれ中のグリスがねやっぱ固まってきたらこのガチガチに固くなってくるんで、その辺もねしっかり清掃してグリス塗り直してますので、このようにスムーズに動いてくれます。あと絞りの羽もねしっかり清掃しておりますので油拭きなどありません。でやっぱレンズですので一番気になるのは光学系です。まあね年相応に、まあ、少しはね吹き傷はありますが、そんなにね見にくい吹き傷でもありませんし、中の薄曇りもね取れましたので、案外年相年製造年代を考えればかなりクリアの方だと思います。まあちょっとはね古いレンズなんでね少しの曇りはありますけど、全然問題ないレベルですね。撮影にこう及ぼすようなカビとか強い曇りとか傷とかはありませんので、エルマーの性能をしっかりと楽しめると思います、ね、やはり初心者の方にはどれがねおすすめですかってよく聞かれるんですが、レンズをやっぱりエルマーがねこれは一番使いやすくて、まあオールドレンズらしい描写をしてくれて、なんかカチカチにねシャープなものでもないですし、ほんのり柔らかい感じでいい描写をしてくれますので、最初ねレンズで選びに悩まれたらこれエルマーがいいんではないでしょうか。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。エルマー 5cm F3.5 のご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。